公明ニュースです今回は10月16日から22日までの公明新聞史上より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします今回は北川幹事長の定例記者会見太田代表の定例記者会見公明党西日本地方議員懇談会を開催以上の内容でお伝えいたします 最初は18日の記事です北川幹事長は17日国会内で定例の記者会見を行い当面する政治課題などについて見解を述べました先般のです、ね、事項プロジェクトでのです、ね、確認事項としてすべての支出の領収書等は公開するとこれはまあ合意をされているわけでございまして。あのまず政治と金の問題で 与党プロジェクトチームがすべての支出の領収書等を公開する公開にあたっては行政コストの肥大化防止に配慮して実効性あるものとすると合意したことについて記者団から見解を求められると北川幹事長はすべての支出の公開とは1円以上の領収書を公開することだと認識している。実務的な問題や 与野党で異なる主張については政党間協議で詰めていただきたい政治資金の問題は政治活動のルールを定めるものであり政党間で協議をして成案を決めるようにすることが最も寛容だと述べました一方高齢者医療費の負担増凍結について記者団より見解を求められると北川幹事長は来年4月からの新制度スタートに向け 市町村の現場では準備をしている早く政府・与党でどうするのかを判断しなければならないできるだけ早く与党としての成案をまとめていく必要があるまたなぜ凍結するのかどういう場合に凍結を解除するのかというのが一番本質的な議論だ高齢者の医療保険制度の在り方についてさらに論議を深めて見直すところは見直す。 その論議をする機関が凍結の期間だと認識していると述べました。さらに、十六日の参院予算委員会で、民主党の石井はじめ氏から、公明党と総科学会の関係性に対する質問について、北川幹事長は次のように述べました。かなり、極解誤解に基づくご質問だったなと。 いいうふうふに思いますでのその上納金という話はね、ね昨日も山口さんが言ってましたけれどもあの、選挙の際の自己負担分なんですね、当然、選挙の時にはポスター、リーフ、等々う々,々ですね、えー、大変な選挙費用がかかるわけですね、えー、それについて、えー、候補者がです、ね、自己負担をしていく、それは我が党の国会議員はみんなしているわけです。 あくまで選挙費用のごく一部にしかなりませんが、しかし候補者本人がですね自己負担を一部でもしていくというのは当然の話であってね、ねそ,それを指しているんです、それを財源にしてですね、えー、選挙活動の桃の費用をですね賄っていると、一部の財源にはしかすぎませんが、ということで、これは政治資金収支報告もきっちりとさせていただいています。 ですから全くの誤解、極会のですね、ご質問だなというふうに思っております公明党と創価学会との関係についてもね、触れられましたこれは前もね、これまで何度かご議論されてるんですねで、これについてはもう政府側もですね、えー、一貫した見解を述べられています。えー 憲法の20条20条のですね、信教の自由、第一項で信教の自由を保障している、それを担保していくために、ですね、えー、政教分離規定がある、その政教分離規定の意味というのは、国家が宗教に介入をしないというところに意味があるんですね、そのことによって信教の自由を保障していこうというのが、憲法20条の規定の趣旨なんですね。 したがってその、宗教団体があ政治活動してはならないなんていう,ようなことはどこにも書いていませんし、えー、それことが政教分離に反するわけでもなんでもないというふうに、まあ、昨日もね、法制部長官が答弁されていましたし、また憲法21条のです、ね、表現の自由、この表現の自由には政治活動の自由というのがあるんですね、政治活動というのは当然、えー、宗教団体であれ、何であれですよ、当然、政治活動の自由が。 あるわけでございましてね、えー、そのことをあの、えー、全くこれもまた曲解されたようなご質問というのは従来何度も議論されてるんですがなかなかあの理解しがたいなと思いますし、まあ、ああいうテレビの前でね、えー、質問されるんですからあそういうその誤解・曲解されたですね えー、認識に基づいてね、ねまた全然別の目的を持ってですね質問されるというのはいかがなものかと、過去にも何度もそうした例があってですね、えー、いるわけで、えー、そういうことがないようにできればしていただければいいなと、もっとその実りのある議論を予算委員会ですからしていただければいいのになというふうに私は思っております。 次は二十日の記事です。大田代表は十九日国会内で定例の記者会見を行い、海上自衛隊の補給支援活動特別措置法案や政党間協議への対応などについて見解を述べました。まあ日本からの給与を受けたすべての米艦船がですね、o e f を支援するために。 日本からの給油を受けていることを確認をしたということこの中でインド洋における海上自衛隊の補給活動を継続するための補給支援特措法案について太田代表は給油・給水活動は継続する必要があると強調濃密な審議ができればと強く思っている。 提出された以上、審議をしっかりすることに、ぜひとも野党の皆さまにも協力をいただきたいと述べました。また、海上自衛隊から提供された燃料をイラク作戦へ転用したという疑惑に対し、アメリカ国防総省が否定する声明を発表したことについて、太田代表は大事なことだと評価した上で、次のように述べました。 なかなか困難な状況かもしれませんが、もうとことん、うん、引き続いて確認作業をするということが日本としては大であるというふうに思っています。まああの一つ一つ確認をしているがゆえにこうした発言がされてきているというふうに思いますので、私は国会審議の中でですね、さらに確認をしたりということについて。 防衛省として報告をするということが大事なことではないかといいううふうに思っていますさらに防衛省の森谷武正前事務次官が防衛省と利害関係のある企業関係者と一緒にゴルフをしていたとする一部報道について太田代表は事実であれば自衛隊員の倫理規定に反すると思うと指摘。 事実関係は明確にしていかなくてはいけないと述べました。一方、税制改正論議における消費税問題について、太田代表は次のように述べました。まあ税制改正というようなことの中でですね、えー、消費税も含めたあ論議というのはあ常に要請されていることだと思いますから。 その論議から逃げずに対応していくということは私は大事なことではあるというふうに認識をしています今の国民の声はですね削減努力をもっと強めろという声だと思いますそしてもう一つは自民党の中でも発言をしている人がおりますけれども経済成長ということこれがですね えー、もっと経済成長ということに心を砕けということの戦略性を持ってですね、えー、何もやらないで経済成長が行われるということではなくて敵を入れをする、日本の経済成長というのは地域やあるいは、えー、中小企業やそういうところに熱気があ,あるというところに行って初めて確実な経済成長がなされるものだという基本的認識を持っています。そういう点では 経済成長というものにもう一歩の手こ入れが私は必要であるそれには我が党が主張している三つの波を起こすというところの視点こそですね、えー、非常に大事な経済成長がなされるというふうに思っています経済成長と削減努力ということに、えー、もっと力を注ぐというのが私は現段階での財政論ではないかと いうふうに思っています。最後は二十一日の記事です。次の勝利へ向けて公明党は二十日。大阪市内で地方議員の声を聞く。西日本地方議員懇談会を開催しました。懇談会には。西日本の二十四府県から四十八人の市議会議員が参加。党本部からは。 太田代表、浜内代表代,代,代,代行、北川幹事長、斉藤政調会長、増谷組織委員長らが出席し、党の政策や運動論など幅広く意見交換が行われました。えー、なんと言ってもの、一つは連携ということだ大事ですし、また国会の模様も、実は我々からいきますと、お本当に、えー 政治資金、生徒からの問題につきましても。挨拶に立った太田代表は参加者の日頃の奮闘に感謝の意を表明するとともに国会議員は地方議員の手足地方議員は党員支持者の手足困っている人のところに直ちに飛んでいくそういうスピードがなければならないと強調さらに全議員が取り組む 1000件の訪問対話運動に触れ現場の声を生かし結果を出していきたいと語りました出席した地方議員からは負担増問題など政治課題への対応について国会議員がもっと分かりやすい言葉で話してほしい政策決定の前にもっと地方議員の声を聞くべきではないかとの声がまた 福田政権発足に伴う自民党と公明党の政権合意については高齢者医療の負担増凍結は評価するが決定までの経過を分かりやすく説明すべきだ福祉、平和、教育など公明党のイメージをさらに強く打ち出してほしいとの声も聞かれました。またた政策面ででは出産で里帰りした妊婦の検診も 無料化すべきだドクターヘリの導入は年間で1億7000万円の経費がかかるまず広域的な整備を急ぐべきではないか発達障害児の早期発見へ誤歳児検診を義務化してほしいなど数多くの意見が出されましたこうした意見や要望を受け北川幹事長は 国と地方のネットワーク型政党の強みを発揮できるよう党内広報に取り組む次の戦いの勝利を目指し党内に地域再生・雇用・救急医療の3つの対策本部を設置衆院選は政権選択の選挙次の選挙も自公の枠組みで臨むとの方針を示しました 浜安代表代行は「公明党は地域に入って現場の声を組み上げ課題の解決に全力を挙げている今後地方の声を党として受け止める受け皿を整備すると力説」斉藤政調会長は「意見・提案を整理し政務調査会としての考えを配信していきたい」と語りました。 以上、「公明ニュース」でした。